こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回はサブアカのピッチャーいきましょう。スバル、アーサー、マグロ、ナルミ、ヤギュウで、ニジタニです。これでいきたいと思います。で、招きとお友達スタンプですね。さあ、いきましょう。いいね、精神から入ります。で、サバカの方もちょっとピッチャーを今やれる時期かなということで、ピッチャーやっていこうかなと思ってます。まあ、闇スバルの覚醒をさせて技術が少し入るようになったので、まあ、少しずつピッチャーの整備もやっていけるのかなという感じですね。いいじゃん、精神で踏んでいけばずっと踏んでられるっていう。ただここ精神が少し余り気味になるデッキではあるので、どっちかっていうとやっぱ変化レベルを上げながら技術をナルミとニジタニ、そしてスバルから取るような方針で進んではいきたいですね。これはコツもらうか。おわー、いらん、それはいらん。結構ね、スバルいったんじゃない。お、いいですね。結構集まってる。こうなってくると本当助かりますからね。あとは、ニジタニ、スバルが、今月、アーサーがサクッと急速骨をくれるとかなりはかる。スタミナ踏んでもしゃあないかな、けど、ね、うん、精神しましょうか。ケイ3人、ジェジェフチョ2人。ナルミが走りました。休みましょうか、これだったら。うわー、やめて。いいんじゃない。やっぱりタック力は35だと何とも言えないですけど、技術はしっかりと入れてくれてます。それだけでだいぶ助かります。センス、はい、うん、監督踏んでもらいましょう。どうせ1回しか練習はできないんで。オッケー、敵を飲んでもいいね。うん、朝が走りましたね。スバル後にしてほしいから、まあ助かります。こっちよ、火でもらいたい。あとはまあ何もやることがないので監督をサクサク進めたいっていうことですね。うん、まあまあしゃあない。セミハ入らない。チームメイト評価あります。これ疲るよな、早めに来ると。ギュートアース。まあこれニジタニ言っといてもいいけど、よし、これは打たれ映画のライトやつですね。監督か、マグロのシングルタック、弱い弱い。一流、うん、監督許可はかなり上げられたでしょ。917、思ったよりは出てますね。うわ、これ強いな。いけー、あ、まあこれ1000やろ、いっちゃうか。
別にね。コツもらいますしね、普通に。うん、大きい大きい。13。40。監督はいないですね。精神いきましょう。結構精神は取れてるような。あ、これさすがに変化覚えてないし無理だ。まあ、ゲージがもらえるんでいいでしょう。これ、なんだろう。精神いったらもう燃えるやつ。まあ、ここ欲しいですけどね、普通に。スバルだし、ね。おーい、それじゃない。お、体力回復、ラッキー。これどうしようかな。まあ、テンポですね。ちょっとアーサーがなかなか振り向いてくれませんが。ちょっとここは消費したくないよ。ここは消費したくない。上でよかったか。難しいですね。水谷に奪いたいけど。監督行くか。男いいですね。あ、ちょ、それやられるとダメ元で回復しても怪我できたくないんだ。あ、もうダブルではない。もうちょっと行きたいですけどね。小武様が 25%。そうですね。休むか。休んで次かけた方が安全です。監督はなし。まあ、朝のところでいいでしょう。人が詰まってて、にじったに鳴海なんで、一流使ってもいいと思います。ここは技術を入れておくべきかな、という感じの判断ですね。頼むよ。まあ、50でもいい。50でもいい。ただ、どっちでもいい。ただ、ちょっと敏捷はちょっと欲しい。ちょっと欲しい。ちょっと敏捷は欲しい。50くれる前に。よしよし。今のところ足りてんの。で、もう、敵を飲んでも、いつでも燃やせるので、あとはタックル来るの待つだけですね。おっしゃ、2個目。これ結構いくんじゃない？あ、ちょっと、敏捷きつい感じにしちゃったな。確かに、敏捷練しないと。敏捷練しないと。全く足りてないですね。お、いいよ。これダブルだし、もう行くか。ちょっと絶不調状態が続くのが嫌なんだ。よし。ナイス。
作れればないですね。シングルか。まあ、だったらマグロ監督でも別に。6位ですね。よし、ナイス。縛りコツないんで何とも言えんすね。結構敏捷持ってかれると思う。結構持ってかれるよね、敏捷。結構きついんだよね。んじゃない。監督たちはいない。でもう3回燃やしてるからと1回燃やせたら最高という感じですね。これはスバル来たんで、歩いていただけて。お、ダブルタックですね、どっちも。どっちもか。まあ、監督がいるっていう意味では。いや、まあ普通に出ますか。ファルス、ファルスダメ元いけますか。これ割と4回目いけるんだよ。悪くないと思います。ここで6000点ぐらい出したいな。ギュルル、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 よーし。どうした？しかも、かなり。お。お？ちょっともったいないか、これを使うの。ちょっともったいない感じしまーす。ファルス使って、まあ、もったいないんですけど、これも。監督がいないので、スカウトでも踏んでましょう。お、13、いいな。これ燃やせるな。7回いけますね、普通に。いやー、触れなくていいよね。いやー、まあまあまあ、監督様は？あー、いますね。どうしよっかな。ここのダブルで、ダブルでこれだしね。スウェーデンどっち来たの？打たれ取ってもいいかもしれないですけどね。あと、飲み窓だし。重い弾か。勝手に燃えそうも燃えた。いやー、ここで体力を使われるのはなかなか厳しい。スタミナか。ここ行きたいな。なんか行けるかな。いけんなー。これはちょっとリスク高いな。うん、まあ休んでおいてよかった。あ、監督にしますか。なんかあんまりいいよかもしれない。よし、結構上げられてますね。よし、アルミナス。うわー、これはダブルだから。これは一丁勝負でしょ。
ほい。よし。生きてー生きてーけどちょっと無理だ。うわ、やめて。よし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 。あ、ダブルスね。まあ、いけないこともないんだけど。いや、いけなかった。ここはアーサーにしましょう。で、この板も参りました。キレもらってないのか。うわぁ、急速落ち、ここで。これがあるからあんま基礎かけたくないんですよね。あと伸びがまだな。面白いダブルクロム。ほほほ、宝の持ち腐れになりそう。体力回復権ないみたいな。で、勝ち運を取っている。ないか。うわ、やめて。逃げ玉。ちょっと変化量が本当物足りないな。よし、ナイスキレ。ひとまず最低限。その体力回復はナイスだ。これ勝負するほかないでしょ。これ行かなかった男じゃないですね。よし、いいよ。968。ナイス、結束を通りましたね。160乗せられる？もしかしてそれはないか。ただ今の通したのは本当にすごく大きいですね。これいっとくか。あとは監督。あ、ラッキー。179。しょほほ。男祭りだ。あ、ラッキー。これは上行きましょう。まあ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 、ここから男連発できますから。ポンコツはゼロか。まあ、拾いたい感あるけど、ね、まあ、ちょっと先にさすがに監督いきましょうか。精神でした。そういうことなんだよな。失敗した。コントロールだ。90ってことはもう燃えるってこと。勝手に燃える。監督あと5ですね、これね。さすがに2時代でしょ。いくら監督っつったって。よし。お、いいですね。体力回復できた。
監督いってくか、さすがに。体力戻しとくかな。この後に男使えるんで。ダメ元か。よし、いいよ。これで5回目も燃やしたぞ。あー、これ来るなら行かなくてよかった。虹谷でいいですね。でこれ鳴海たちも入ってるんで、技術が結構入ってくると思われます。男使っちゃいます。で、これで大丈夫でしょ。で、コンコツもらえば、もう、おしまいって感じですね。おーい。仕事せえ。アーサーかな。まあ、アーサーが一番いいような気がします。伸びがまだだからな。狂気で街道、荒れ玉取ってあげないとダメなのか。ちょっときついけど、まあ伸びには変えられない。おお、いいね、ナイス。行きました。ちょうどいい体力回復に入りました。70ダブル。これ行きたいなぁ。行けたな。うん、バチバチ技術入れられてるな。152、はい。うん、順調ですね。これはちょっといい選手できるんじゃないか。体力回復して。男が1、結構あるな。高速でいいよ。は？やってしまった。変なことしてしまった。どうしようかな。変なことしちゃったな。そうですね。これ取ってもいいけど。マジでもったいないね。ここは、一旦下がっときます、精神。これは燃やすべき。これでいいでしょ。相当いってるとは思いますけど、ね、初戦はサクルかさすがに。で、大事な復活とか、復活先行きたい。しばりどうせ取るでしょ。17。狂気でもまだなんで、守備練習は頭に入れた方がいいですね。お待たせいたしました。2番。これは間違いなく更新はできると思います。普通に完走できれば。多分。でも73かな。
すがに点取ってくれるよね。いやー、なるみなー。なるみ45にしたいっすね。なるみが必須だもん。オッケー。うーん、迷うな。さすがにこっちか。まあダメでも一応変化ありますね。うわ、これ強い。これはさすがにでも休んでいいのかな。ここはピンちゃんか。さすがにピンちゃんですね。結構大変だな。敏捷足んねえ。敏捷足んねえ。やっぱりあそこの野球のところでいくつ便所入るか、あとは縛りコツ入るかどうか、かなり大事っぽいですね。日の出商業追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー2塁という場面で片野、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。決まってストライク。キレのある変化球。投球は3球目アウトロー。あとは1回ぐらい変化とかも欲しいけどな。3タックでいいですね。第2球ストライク。膝元厳しいところ。変化球にキレがあります。今精神持ってる。山口とかを引かなかったのもあるんですけど、このヒットこのデッキなら精神大丈夫かなと思ってる。第2球投げた。見送ってストライク。第3球を投げました。152キロ直球。空振り三振。三振に仕留めました。第1球打った。あとは男が持ち腐れにならないように本当にダブルタックでもいいんで欲しいですね。第2球投げました。決まってストライク。球速もトリプルくれば多分一瞬で160キロに追っけられる可能性はあります。なんでまあ残りのターンが楽しみですね。第1球ボール。第2球決まった。ストライク。第3球を投げました。3球目空振り。これで1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上しまいだ。投げました。内角低め。空振り三振。全力。
おお。だったらこれもう燃やせるようにしちゃいますね。で、1枚余りが確定したのかな。ナイス。守備で燃やせたけど。ここで男を押してしまうのがいいかな。ここで撒いちゃって、で、ここ拾うのがいいです。まあ、1足んねえ。1足んねえ。一応1単元になるか。お待たせ。2番。さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面。山下変化が飛んだ。これはヒットになります。センターからセカンドへ全力だけ。まずは1点先制。第9。どうでしょうね、経験点的に。左中間への選球戦になりました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9。変化球ストライク、インローへ。第2球、投げた。ストレートはボール。第3球を投げた。打ちました、いい当たり。ライト後方、ワンバウンドヒット。全力学園、さらに1点追加。第9。打った、初球打ち。センターの後ろ、ワンバウンドヒットになった。全力学園、さらに1点追加。3対0。バッターは6番、源。第9、投げた。初球を打った、レフト後方、ワンバウンドヒットになった。全力がけ、さらに1点追加。4対0。ワンアウトランナー2塁という場面で新屋敷、投げた。点数はもう十分かもしれないですね。第9、投げた。ここはフルバント、ピッチャー正面に転がった。タッチアウト、ツーアウト。マチェット追う展開で迎える2回です。ノーアウトランナー2塁3塁という場面で鉄川。第2球、ストライク。第3球を外角低めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。アウトコース低め、空振り三振。バッターは7番小立。第9、スライダー見送ってストライク。第2球、2球目ストライク。熊谷、まずは簡単に追い込んでいます。投げました、三振。ピンチを連続三振でしのぎます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは、なんとかゼロで勝ちたいですけど、ちょっとコントロールはつかんない、ね、投球これから2球目。第3球は3球目ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。スライダー見逃し三振。外角低めいっぱい。マチェット追う展開で迎える3回です。やっぱコントロール悪いんで制球のはかなり、まあ、ランナーは出しやすいかもしれないです、ね。第2球、変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。第3球を三振。毎回だな、毎回困っちゃうな。ワンアウトランナー一塁二塁といえば、初球から打ってった。三塁フォースアウト。うん、ナイス。セーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。第9、打ちました。初球打ち。アウト。スリーアウトチェンジ。熊谷な。マジェット大展開で迎える6回です。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で小立。今日は三振とフォアボール投げました。第3球を見送ってストライク。第4球を外へ逃げるスライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。ボール。第2球、2球目ストライク。第3球をまっすぐ見送ってストライク。第4球を変化球、空振り三振。2者連続三振でピンチを。ランナー多い、ランナー多い、さすがにランナー。ランナー1塁2塁という場面で土屋。今日はここまで3打数1安打1三振。アウトコース低めいっぱい、ストライク。簡単に。やっぱ選手能力大事ですね。第4球を外角低めいっぱい、見逃し三振。
対打すげえな。第9球ボール、第2球、2球目ストライク、第3球を決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振、熊谷。マチェット、何としても得点を挙げたい9回です。バッター福岡、ストレートはボール、第2球投げました、ムービングファースト、せめて76ぐらいにできれば、ね、全然違うんで。重そうなストレート、さあ4球目、変化来いよ。ピンチヒッターはオーツ、マチェット続けざまに代打、エピログがないので本当に練習で稼いでいくしかない。第2球投げました、低め外角ストライク、軽く追い込んでまいりました。そこのダメ元が余計だった、ね、バッターはトップに返ってやりたく、全力学園、ここは何としても抑えたい場面。第2球ストライク、1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は熊谷、投げた、1球外してボール、第4球を投げた、打ちました、パスを取れなく、次は5球目、打ちました、さあどう、ナイス、ゲームセット、全力。もういいね、全力練習してる。あーそう。では、これをして、パーソンを踏み続けるかな。ちょっとギリギリかも、これ。自分で投げても打たれるかも。で、うわあ、ボコボコにされてる。さあ、いよいよ9回に入ります。この回のトップバッターはム、スリーベースヒットが出て初球を打ちました。三遊間の打球、長島華麗にさばい、バッターは5番クワン。ちょっとここ経験点期待できないですね。自分で食った方が良かったか。膝元厳しい球でした。さすがに6点は取られないと思う。ダークネビラ見送ってストライク、第3球を外角低め、空振り三振、左バッターボックスは6番藤沢。今日は今内無双も成功させてるんで、ちょっと今のやればよかったですね。第2球、2球目ストライク、第3球、まさかのボコボコ上、2者連、全力学園、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは茂木、投げた、初球外れても球が遅い。第2球投げた、インコース引っ張った、レフト交代、ダイレクトフェンスに当たった、まずはツです。茂木ツーベースヒットを放ちました。今日2本のヒットを放っている野球、第1球投げた、ストライク、第2球これは見送ってボール、第3球を投げました、インハイ際どい球ボール、次が4球目投げましたボール、次は5球目、おランナー貯めてくれました。ここは歩かされます。バッターは4番カメヤ、甲子園は割れんばかりの歓声です。これが5度目のバッターボックス、第2球投げましたボール、投球は3球目投げましたボール、次が4球目投げました、行ったかな、サヨナラか、全力学園最終回で追いつきました。先ほどヒットを放っている長島、全てを超越した、さすがに敬遠しようになっています。第2球投げた、見送ってボール、投球はこれから3球目、長島勝負してもらえません。次は4球目投げた、ここは歩かされます。バッターボクサー、キャッチャーすごいやつしてました。山下、全力学園最低でも外野フライが欲しい局面です。第2球投げた、危ない球投げた、打った、打球はセンターへ、サヨナラか、サヨナラ、ここ
経験点ないだろうな。43か。まあまあ入ってますね。おお、変化いいですね。変化でいいんだよ。さすがに。マグロ130だけど、2人。よし。やるべきことをやったでしょ。おお、スバル初めてだったね。コントロール、これどこまで上げれるかな。B は行きたいですけどね。なんとか。お待たせ。全国4番。全力学園、先制のピンチです。まあこれ見るとやっぱりちょっと本当にタックはまんないとリアを連れてこれないって感じですね。第3球を内角低めいっぱいストライク。だいぶ投げやすい。さあ4球目、内に切れ込むスライダー、空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは無敵。第1球インコース低めストライク、いきなり152キロ。第2球見送ってストライク。南田空振り三振。最後は伸びのあるストレート、熊谷。全力学園、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面で徳永。ドキは3球目スライダー、空振り三振。全力学園、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁という場面で稲、初球を取った。二塁ランナーそのままホームへ向かった。稲村タイムリーツーベース。そこのムービング、オンクスを叩くか。第9球、初球ちょっとナイス。ショート左へのゴロ、アウト。ストレート安定かな。ランナーは二塁変わりません。第1球1球目ストレート空振り。第2球打ちました。さあどう。これは内野ゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。なんとか1失点でいきたいですね。第1球外角低めいっぱいストライク。第2球空振り、これで追い込みました。中継ぎだったらまあまあいい。更新はしてるでしょうね、中継ぎは。先発は分かんないですけど。これは中継ぎにするか。もうちょっとタックで行かせてあげるといいですけどね。1839、ありがとうございました。あんまりない。筋力重い球とかがベストですけど、バント封じかな。しゃあない。うん、という感じでしょう。まあまあいったんじゃないですか。おお、 S8 乗りましたね。とでこいつがさすがに更新してますね。 OK というわけで、中継ぎの1番手ができました。多分もうちょっとはいけるデッキだとは思います。ただタックが、変化タックがほぼほぼはまんなかったんで、まあ今回はこんな感じだったという感じですね。ふぅ、まだまだ更新の余地があるように見えます。まあ本当になんとか SS 先発くらい置ければ、もう本当に
十分という感じなので、その辺は目指して頑張っていきたいですね。はい、今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。